どうもタブヤンです。ファイヤーエムブレム聖戦の系譜、最後の聖戦、敵も残り少なくなってきました。フリージ軍、ベルトマー軍、バーハラ軍、さあ今回はヒルダと戦いたいと思います。こっちからドズル城から西へ向かって北にヒルダが待ち構えております。さあ行こう、最後の戦いへ。ユニットは残り10体のみ。行くぞ。みんな装備を整えてから行くぞ。会話、セリス様はもう少しですね。うん、ラナもよく頑張ってくれた、ありがとう。いいえ、私なんてセリス様のおそばにいられただけで幸せです。ラナとはもう長い付き合いだね。小さい頃からずっと一緒だった。ええ、よく一緒に遊びました。でもまさかこんなことになるなんて。でも私は小さい時からラナが好きだったよ。セリス様、そんなことを言われれば心が弱くなってしまいます。私はユリア様に申し訳なくて。ラナ。ユリアとは兄弟だったからね。行くぞ。お、敵がなんか動いたぞ。なんだ？南から弓隊か？ふっ、反乱軍め、罠にかかったか。よし、森を突っ切って敵の背後に回り込め。フリージ軍と協力して敵を包囲するのだ。挟み撃ちか。やってやろうじゃないか。こっちのヒルダは動きそうにないですね。ということは南をまずはやった方がいいのかな。バイゲリッタ、スコーピオ、なるほどな。キラー棒か、手強そうだな。よし、まずはバイゲリッタをやっつけてからにするか。この辺りの狭いところで戦った方がいいかもね。さあ来た、ユングビー。リーフとナンナの恋人コンビ、銀の弓で応戦ですよ。さあセリスとラナ、ラナのサンダーでやり返す。敵は全員勇者の弓ですからね。セリス避けてくれー。オッケー、命中率 5% 大丈夫でしょう。さあ次のターン反撃だ。まだだいぶ戦力残してますね。スコーピオだけ注意しないとね。キラー棒、よーし行こうか。ラナが攻撃、このターンで突撃するのはちょっとね。オッケー、全然陣形乱れてないんでね。周辺の敵だけやっつけておこう。
ケー、セリスナイス。で、一旦後ろに下げて、踊り子で踊って回復して元に戻すみたいな感じですかね。オッケー、楽勝楽勝。百戦錬磨の我が軍にね、簡単にはもう死人は出さないよ。デルムっても強くなったよ。あ、もう戻れない、後ろに。最悪、デルムと最悪。まあ耐えれるだろう、デルムとなら。よーし、全軍突撃で行こうか。行くぞ。ウィンドウ。オッケー、ティニーの連続攻撃。セティも行く。ライトニング。ライトニング。もう一丁ライトニング。さすがだ。銀の剣でとどめだ。あ、避けられた。マジか。やばい状況になってきました。やばいぞこれは。バイゲリッター1体ならな、まだ耐えれると思うんだけどな。ラナ倒せないかな、連続攻撃で。踊り子を助けてあげないと。ザコならラナで倒せる。もう一回いけるか、ラナ。オッケー、ありがとう。さあ、スコーピオをリーフが倒せるかな。もう全員突っ込め、祈りの剣でダメージ与えろ。 OK、 もう決死の攻撃でリーフが銀の弓で勝負かけようか。勝負だ。こっちもダメージ受けるけど。出たー、ハートマーク出たー。勝ったな。あれ、 OK、なんてことだ。なんとか全滅。こいつらはね、もうどっか行ってくれ。攻撃力ないのかね。解放してやる。よーし、次はヒルダですね。行きましょう。こいつらさらに強いよね。トローンと銀の槍ってすごいよな。よし、行さあ、ヒルダ軍かかってこい。リーフの銀の弓で返り討ちじゃい。体が硬いゲルプリッターもね、もはや敵ではない。ラナとセリスの恋人コンビ。返り討ちじゃい。
いや安定してきたね、戦いが。一点突破でもう制圧したいんだけどな。次のターン一気に行こう。ヒルダが絶妙な位置にいるな。士気統率してますね。嫌だな。遠いなヒルダ。ボルガノンか。正攻法で行こうか。全軍突撃、ライトニング。大盾か。盾が厄介ですね、このこれね。セリス突撃、ハートマーク出た。は一体どうしよう。狭くて踊りづらいねこれ。心配する必要はないな。みんな大盾だけだね、はら、あの厄介なのは。さあかかってこい、もう一ターン。デルムッドだけ心配だけど。来たデルムッド、そこ避けようぜ。あー痛い痛い痛い、それだけちょっと嫌だね。一旦耐えろ。あーそっからもか。ここは耐え時だぞ。アーサー、あアーサーだったら大丈夫。返り討ちだ。ヒルダだいぶさ後ろに下がってリザーブ、嫌なやつだな。もう城制圧してやろうか。おっとバカな人間どもよ、我が万国魔法の餌食となれ。フェンリルか。大丈夫、命中率低いはずだ。オッケー、よし城制圧に行くぞ。ヒルダは逃げたからね、もう倒さなくていいんじゃない。フリージ軍でしょ、フリージ城。オッケー、城を制圧に行こう。まさかのヒルダ無視。いやヒルダが悪いんだからね悪いというか。よし一気にこのターンで行くぞ、城制圧。銀の弓、あら、よし。デルモッドも行こうか。こいつら制圧したら消えてなくなるはずだからね。さあ踊ろう。バラン、さあナンナが支援のために近づきましょうか。そしてリーフが一気に決めるか。攻撃、間接攻撃でハートマーク出た。どうだ
城を奪えるか、必殺出るか、出たバラン一ターンでユリウスに託されたのか。この城いただいた。この城はもらった。オッケー、セリス制圧。ヒルダ、もうお前は一度倒したことあるからな。さらばだ、制圧。オッケー、よーし、消えた。あれ、上の敵消えないね。レヴィン、ついにフリージまで来たね。でもバーハラに送られた子供たちは大丈夫だろうか。無事だといいのだけれど。うむ、そのことについてこの者が話をしたいそうだ。私はアルビス皇帝の側近だったフェリペと申します。実は皇帝の密命を受けて捕らえられていた子供たちをこのフリージの町に保護しておりました。え、それは本当ですか。はい、よかった。でもあのヒルダがよく支配していたのによく無事でしたね。実はイシュタル王女が密かに助けてくださったのです。兵士たちは王女を恐れて修道院に近づくことすらできませんでした。イシュタル王女が。イシュタル様はもともとお優しいお方でした。イシュタルな。でもイシュタルも戦ったことあるけどね。フェリペ殿、ありがとう。セリスよ、よかったな。うん、でもレヴィン、ユリアはまだ見つからない。あとはテイとバーハラかベルトマーかどちらかだな。バーハラにはユリウスがいる。そうだ、彼と戦う前にユリアを見つけなければならない。ユリアでないと倒せないみたいなんだよね、ユリウスは。さあ制圧した。こいつらなんだ。あ、所属がバーハラ軍なんだね。関節攻撃でしょ。スリープ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 か。うわー、めんどくさまたスリープの集中攻撃か。あのレストの杖を持ってるね、ティディだけは範囲外にいた方がいいよね。オッケー、じゃあアーサーたちがやっつければいいのか。いけ、ウィンドウ。必殺出せ。ダメか。スリープの杖は手ごわい。炎の剣。あー弱いデルムッド弱い。やばい、全員眠らされるなこれ。最悪だ。やばい、スリープ地獄にはまってしまった。どうなるんでしょうか。さあバーハラ城か。ではユリウス様、私はバイスリッターを率いてテートの守りを固めます。しばらくおそばを離れることをお許しください。ふん、どうしたイシュタル、何を慌てている。やつらがどれほどの数で来ようとも私を倒すことなど不可能なのだ。わざわざお前が出ることもなかろう。はい、それはよくわかっています。しかし私も誇りあるフリージ家の魔法戦士、両親や兄弟を殺されておめおめと生きてはおれません。お前は死に急いでるようだな。なぜだイシュタル、私から逃げたくなったか。いえ、そんなことは。私はユリウス様を愛しております。うん、まあいいさ、戦いたくば戦え、止めはしない。メング、ブレグ、メイベル、出陣するぞ。私と共に来い。は、十二魔将って何。アリオンの傭兵部隊にも出撃を命じよう。
最後の戦いが始まるのか。一体一体が強そうだね。おお。ユリア。なぜユリアと戦わないといけない。え？うわー、なんだこいつら。めっちゃなんか近くない？ペガサスナイト久しぶりに見た。出た、スリープ地獄。やばいなこれ。スリープ5連発か。これどうやって耐える？あ、ユリア単独で。はい、今回はここまでにしたいと思います。うわー、みんな眠ってる。まずはこのスリープ地獄をなんとかしつえ。バーハラ兵、どうなんだろう。そんなに強くなさそうだね。あ、メング、メイベル、ブレグ、あ、イシュタルが指揮官なのか。おー、なるほどな。そしてこいつらが12魔将。あ、顔はないんだね。一応でも、ね、名前があるんだ。 OK、ユリウスね。出てきたな、ロプトウス。ラスボスですね。さあ、次回、イシュタルと戦うことになるのかな。ということで、今回は、ここまでにしたいと思います。それではまた、さよなら。